こんばんは。ラブレターありがとう。お疲れんこん。福田です。今日もやりきったぜ。ネットあ、瀬戸内 PR 舞台の MV の公開時期発表されたの？おお、また STU 公式ページに独り言で語るこのシングルの宣伝が一回挟まれるようになった。これもう邪魔だからやめてほしいんだけど。本当だ。2月15日20時より STU48 公式 YouTube にて6枚目シングルカップリング曲「僕は好みを眺めてる MV」のプレミア公開が決定。バスガイドコスチュームがキュートな7人です。ハートフルな MV になっていますのでぜひお楽しみに。だって。本当だ。ビジュアルが若干公開されてる。かわいいね。バスガイドさんになりましたよ。ちょうどこんな髪型でした。ハートフルなのかな、わからん。別にハートフルっていうのを急に宣伝文句に持ってきた意味はあんまりわからんけど。一緒に見れないね。私その時普通に仕事してるから。月曜日だって。お楽しみに。見ててね。さあ、映るといいね。そうだね。お疲れんこん。人生で。ここまで引き延ばすんだったら、もう23日まで発表しないと思ってたわ。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだと思わ。波の音。こんばんは。
りんごゴー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 赤りんご福さんの家を持って見に行くね。やったね、嬉しい。下学校、大変。エモい曲ですよね。お、ラブレターありがとう。疲れんこ。ラブレターまだ受け取ってない人は、あの、チャレンジの、自分のホーム画面の横のピッて出るとこから出てる、チャレンジってとこからゲットできるので、ぜひゲットしてください。今日めっちゃ宅配来てた。申し訳ない。いいよ。一個だけ入ってたポットに。壁紙買ったんだよね。壁紙っていうか、なんて言うんですかね。あの、壁に貼るやつ。壁が殺風景？だからなんかちょっとタペストリー楽天お買い物マラソン、そうです、買ってみた。なんか顔色悪く見えるね、この色。なんかちょっとでもピンク薄いな、ちょっと若干薄いな。でかっ、こんなでかいのこれ。なんか微妙かったかな。もうちょいパキッとした色にすればよかった。まあ季節によって変えてもいいか。サラピがリンゴにチョコいただきました、言ってありましたよ。リンゴ。え、これどうやってつけんの？どうやってつけるんや。フックから飛び出しているピンを金槌などで壁に打ち付けて取り付けます。あー、なるほどね。刺さるかな。打ちつけていいのか。あ、いいと思う。マスキングしよう。これマスキングテープの正しい使い方しよう。よいしょ。殺風景だったからね。この辺か。っていうか、こことここで。え、これどうやって刺すの？金槌とか持ってないんですけど。え、怖っ。金槌の代用品何？初めての話か、ありがとう。こちらこそありがとう。金槌の代用品何？グーは無理だってこっち尖ってるもん。アンパンマンチョコ配ったよ。
拳は無理。何がいいだろう。ドライバーの裏側ね。これか。いや、心もとないな。この壁刺さんないわ。この壁刺さんないことが分かった。刺さんない壁だ。今つけたいタペストリー。でっかいテープでいいか。よいしょ。顔くすむな。色ミスった。顔色がくすまない色を探してたんですけど、くすむね。これ買い直しだな。タペストリー集めようかな。春って感じするからいっか。握手会みたい。確かに。壁紙買おうと思ったんやけどさ、ほんまはなんか壁紙って意外と高くてさ、壁全面分買ったら普通にさ、なんか 2,3 万したけんさ、やめたいんよ。
どや。どう？ちょっと殺風景さが改善されたけど、まあ何のからなんだろうって感じですね。ちょっとアイドルの配信っぽくはなった。まっすぐ腫れてる。携帯が傾いてるんだよ。これが正解。あ、ラブレターありがとう。華やいだ。折り目気になる？あ、スチームアイロンかけよっか。どこにあるんだろう。結局使ってないんだよね、買って。いで。この辺にあった気が。どこだ？スチームアイロン。どこだろう、マジで。しまったんよね、絶対に。ない。え、なんで？ない。なんで？どこだろう。家出しないよね。そうだよね。あ、違うな。マジでどこ行ったっけ。普通に困るな。いや、カゴみたいなのに入れたいよね。入れたんやけど、あったー、あったわ。よいしょ。あった、あった。これ水入れた方がいいんかな。どれぐらい入れるんやろ水。こんなもんか。よし。あれ、ペットボトルの蓋なくなった。まあ、いっか。ふう。仕事早いっしょ。ほんとすぐもう、あ、あった、ペットボトルの蓋。もういいんかな。まだ赤いうちはまだかな。車の中ペットボトルの蓋だけ、マジいい感じ模様。髪型かわいい。さっきもメイクさんにやってもらったの。なんかいろんな種類あるみたい、タペストリー。ほらでね、この猫、これ買ったんだけど、これ猫にしようと思ったけど、さすが猫白だからさ、結局変わらんなと思ってやめたよね。
これ赤いのはもう使える？これどっちで使うんだ。おお。これ押しながら揃うかな。すげえ。これ押しながらするの？押しすぎたらダメ。効果ある？本当だ。画面越しで見たらよくわかる。めっちゃブシュブシュ言える。すごいね、アイロンって。なんかめっちゃさ、このスチームアイロンの実践販売みたいになってる。すごいな、スチームアイロンって。ね、スチームアイロン細くなるでしょ。あ、欲しくなるでしょ、これ。すごいな、ジャパネット福田だよ。わかりやすいね、なんかやっぱ。楽しい。いいんじゃない。えい、オッケー。めっちゃ綺麗になった。え、すごい、全然違うね。やっぱ清潔感がある。やっぱシワがないだけで。壁紙大丈夫？全然大丈夫だった。すごい、壁になったね。めっちゃ綺麗になったわ。わあ、スチームアイロンっていいね。顔が暗い、くすんでる、なんか。すげえ。スチームアイロン使ってあげなきゃ、今後も。持っててよかった、スチームアイロン。服と合ってる、確かに。元取ったね、もう元取ったね、うん。
チームアイロンすごい。映えてる？嬉しい。晴れるね、イベントあるとき。なあ、なんか晴れるね。刺繍したらいいんじゃん、ここに。そんな技術はないけど。5年くらいかけて刺繍していく？ちなみにタペストリーの上側はこんな感じでテープで貼られております。あ、橋が見えてる。ミシンは使えない。見せちゃダメ。タペストリーいいね。お話し会の時もみんないいんちゃん、タペストリーとか便利なんちゃん。意外と使える。タペストリーって普段あんま買うことないけど。このオンライン時代の世の中では割と使えるかもしれませんよ。使っとる。良いね。もうちょっとライトが明るければ完璧。眩しい。これぐらいが限界かな、自分の目的に。あ、でもちょっと公式配信っぽくなったかも。ただいっぱい福ちゃんもいい、ありがとう。蛍光灯を明るくすれば、確かに私蛍光灯めっちゃ暗くしてるんだよね。そう、暗いモードにしてる。節電っていうかなんかね。あ、なんでなんで、あ、ミラーボール、タペストリーに合うね、ありがとう。暗い方が寝やすい。入眠作用。めっちゃ明るくしてみる？
はい、明るくしたけどあんま変わんないっしょ。普段はこれぐらい。あれ？あ、でもすぐ馴染む。ここにすぐなんかホワイトバランスを調整する。この画面が だからあんま変わんない。なんかアイロンがけしたくなっちゃったけど、別にアイロンかけるようなやつないからな、この季節。かわいい、ありがとう。やっほー。うう、明日久々の公演だ。久しぶりです。久しぶりっていうか、なんか久しぶりに有観客なんですよ。めっちゃ久々。なんか2期生ちゃんたちの方が一足早く公演とかやってるけど、私地味に今年武道館以外で初ライブだからな。もう2月も半ばなのにさ、まだ武道館でしか立ってないんだけど、ステージ。それ以外一回もライブやってない、地味に。だから普通になんか明けおめって感じですけど、初公演です、今年。楽しみ。そう、しかも2回公演なんて何日ぶり？ 2 回公演なんて1年ぶりぐらいじゃないの？ 2 回公演なんて、なんかもうゲバントホールぶりぐらいな気がしてくる。2回公演もできない、体力持つかな。観客何人くらいなんだろうね。半分ぐらいじゃない？ 300人入るとこだから100人か100何十人かじゃない多分。なんか外れたって人めっちゃいたよ。お話し会でね、公演の話結構してくれたけど、当たった行くよって言った人多分ね、1割ぐらいだった。1割もいなかったかも。10人話してくれたら1人も当たってない。いや100人、うん、20人話してくれて1人当たってたって感じ。みんな外れたって言ってた。まあ倍率、生誕だしね、倍率高いよね。D が最善。あ、そうなんだ。生誕祭ラッシュだったね。まあどっちかというとなんか生誕祭のために公演やってるんだと思うよ。ずっ最近っていうかここ 1,2 年ずっとそうだよね。うん、
確かに4周年来月の13日だからあと1ヶ月か、待ち遠しいですね。楽しみですね。4周年。双眼鏡買ったんだ。MV はスガイドさんだよ。サカリンゴ。広島行くも楽しみ。広島いいよね。広島すごい満喫しやすい街だなと思うわ。1ヶ月みんな月曜日の20時は STU の YouTube に集合してね。牡蠣食べたい。ストーチ PR 舞台の MV が公開されるからね。私はこういう感じの髪型してますから、帽子かぶってるけど、バスガイドさんの。楽しみだよね。似合う？バスガイドさんです。でも私でも船酔いするから、船酔いじゃない、車も酔うから絶対バスガイドできない。バスガイドさんってすごいなと、まあ慣れるんだろうけど、なんかタクシーとかでも無理だからさ、まあタクシーは無理か、普通に匂い部的に。絶対酔う。喋るとか無理だ。電車はまだ大丈夫かな。車が一番苦手です。コリゴリの女、若狼が似合いそう。おお。飛行機はね、あのめっちゃ目の上のここの空気が痛くなるからやだ。飛行機ってさ、痛くなる日と痛くならない日があるけど、あれは何なんだろうね。スピードの問題？じゃ余裕じゃんって人さ、余裕だと思って行ったらもう恐ろしくこう気圧が半端なくなる時が、気圧で目の上の部分の空気があれでもうね、目が飛び出るんじゃないかと思うぐらいね、痛いくてね、飛行機苦手だ。
行きたくなって、で Google で調べたの、飛行機目の上痛いってしたらそういう人いた。結構変な汗かいてくんだよね。しかも全然周りに分かってもらえないからめっちゃ辛いんだよね。めっちゃ目の上痛くてって言っても、あーねーって言われるけど、いや絶対分かってないじゃんってなる。私気圧に弱いのかも。なんか スキューバダイビングした時も全然潜れなくて、あの頭痛くなって耳も痛くなって、だからスキューバダイビングは二度とやりたくないんですよ。耳抜き苦手なタイプですね。登山もしたくないね。なんか最近さ、なんか事件とか調べるの最近っていうか昔から好きなんだけど、なんか事件とか調べてて、なんか山の事件怖すぎて、なんでこのぬくぬくした地球でこの地表でさ生きることができてるのに、なんでそんな自分から率先して山の上とか行っちゃうんだろうって考えたら、まあ、それが趣味って言われたらしょうがないけど、私はもう絶対嫌だなって。なんか将来すごくなんか家族とかが登山とかハマったりとか、まあ、将来なんかその登山の人と登山の人がいたら、私はちょっとその人とは一緒になれないなって感じ。その近所の山に登るとかならいいんだけど、なんか外国のすっごいもう3ヶ月かけて登りますみたいな山に登ったりしてほしくない。なんか悲しくなる、死なないでって思っちゃう。富士山登ったことあるけど、もうねあれはね、一回登ったことあるから言うけど、もう嫌だ行かない。もう行かない。死にたくないなと思いました。なんか結構親は結構そういうの好きでさ、頂上まで行ったよ、親は結構好きでさ、なんか行こう行こうって言われるけど、もう山は絶対行かない、怖い。元登山部です。山すごいね。でもなんかでも知れてるじゃん、多分登山部の登山は知れてるでしょ、日本の山とかでしょ。そのさ、なんだろう、雪の中を生死を分ける中進むみたいな、3ヶ月かけてみたいな、そういうのに行ってほしくない。趣味の程度ならいいんだけどさ、趣味とか安全が確保されてるとこだったらいいんだけど、あ、発行だ、あるよね、なんかなんだっけ、トラムシ山事件みたいな、トラウト山のやつとか、あとなんかドナー家のなんかね、ヘイスティングの近道のなんかやつとか、なんか結構そういう遭難系の事件とかのウィキペディアをずっと夜な夜な見るのが結構好きで、事件のやつとか見てたらもう本当に怖いって思って、トムラウシ山、あ、そうそう、トムラウシ山ね、怖すぎってなった。でも昔の人はさ、そのどっか行くんだったら山を越えなきゃいけないとかあったからさ、生活のために大変だなって思うし、道も整備されてないだろうから、いっぱい山で人が死んでるんだろうなと思うと怖すぎる。
だからみんなは生きてね、ちゃんと。私は、死にたくないんで、老衰で死にたいんで、ごめん爪切ってる。老衰で死にたいから、老衰で死のう、みんな死ぬときは。オスという山が見つからない、私にすればいいじゃん。背景変わってますね、さっき変えたの。だからみんな健康でいてね。健康第一。なんか怖い思いで して死にたくないのよ。ちゃんと人生を振り返りながら、ああ私はもう今もうあと数分で死ぬんだろうなっていう感じで死にたいから、そのなんかバーンって撃たれたりしたらさ、その自分の人生を振り返る間もなく死ぬじゃん、勝手に自分の予定外の時間に。それが嫌なんですよね。なんかちゃんとしたい人生。みさきちゃんの公園行ってきました。いいなぁ、なんじゃこりゃーはちょっとね、あらは多分ね、思いを果たせずに死んじゃうから。でも自分が死ぬことより自分の身近な人が死ぬのが怖いから、みんな生きてね。なんじゃこりゃ。ラブレターありがとう。でも本当にすごい、今日も生き抜いたの偉っ。カリンゴ9時ぐらいに終わります。メール送ろう、お休みメール送ろう。なんで相談の話になったんだっけ、分からん、なんでだっけ、なんでだっけ、え、なんか山の話になったんだよね、なんか分からんけど、あ、全然覚えてない。すごいレインボーストアくれてる、ありがとう。あ、船酔いから
気圧、気圧の話から、あー気圧からか、みんなよく覚えてんね。ドキヤマさん、楽しい。ちょっとぼーっとしてるかも今日。今日使い切った。一日でお話し会やったらね、そのお話し会に全力すぎて割と使い切っちゃって、ちょっとまだ回復できてないわ。ご飯食べてないからかも。夜ご飯、夜ご飯食べよう。なんか今日使う言葉の数を使い切っちゃって、なんか例えばありがとうとかバイバイとか言いすぎたら、あとりとがとととうとばといを今日使いすぎてるから、その言葉はあんま喋れないんですよ。決まってるから一日に使える数が、言葉の。だから福田あかりっていう言葉も人生において言いすぎてるじゃん、人より。だから人より早くふとくとだとあとかとりが言えなくなると思う。回数制限があるんですよね、言葉に。だからあかりもねとねととかねととをいっぱい使ってる。何が最後は残るんだろう。出てます。そうだよね。うんって意外と使うよ。みょ何みょってね、目とそろそろ制限かかるかな。ぬ、あー確かにぬ、ぬとかペ、ペとかだからペ、だからさ、トレンディエンジェルの斉藤さんはペ使いすぎてるから、ペペペペって言ってるじゃん。だからペいっぱい使ってるから、使用制限早くと思う人より。ペペロンチーノ、あーじゃあペペロンチーノよく作る人はやばいね。そう、だからみんなもいろんな文字喋ってバランス取った方がいいよ。ペペ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 パピプペポパピプペポ。え、てかちっちゃい丸、そのちっちゃい丸ってパピプペポパ行でしか使わないね。パ、日本語むず。だってさ、ちっちゃい点々、濁点はさ、ガギグゲゴザジズゼゾとかいろいろ使うやん。だけどさ、ちっちゃい丸はさ、パ行でしか使わん。
使用頻度少ない。ちっちゃい丸はだから最後まで残ると思う。あ、ネズミ先輩ポ、ネズミ先輩はだからポを使いすぎてるからやばいかもね。将来ポあんま言えなくなるかも。ポーポーポポ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 ポ。いますか、相方、ありがとう。疲れんか。だからみんなも使いすぎに注意してね。うん、制限生まれた時からある。生まれた時から決まってる。喋らんとこ、それはもったいない、せっかく喋れるんだから。だからそのなんだろう、バランス、すべては。初耳学でしょ。うん、そう、みなみ、そうやね、みなみはみー2回言うから、みがめっちゃ、しかも自分のことみなみはーって言うから、もうみが全然使えなくなる。残り回数表示してほしい、あのデスノートの死神の目みたいな感じで。9時になった。この話正直いつ思いついたん？え、割と小学生ぐらいから考えてた、こういうこと。人にあんま言えなかったけど、ショールームなら言えちゃう。ランキング読もう。天才？そうかも。天才かもしれん。うー、独り言で語るくらいなら記念配信ライブ、ライブが、 LINE ライブが決定。配信日時2月17日19時からスタート。発売日だ。今回の配信はなんとメンバーが人気ゲーム桃太郎電鉄実況にチャレンジします。やったことないんだけど。そして配信をお届けする場所にもご注目です。バラエティやリパフォーマンスありの超豪華てんこ盛り配信をどうぞお楽しみに。やったことないな、桃鉄。発売日に桃鉄するらしい。お楽しみに。
スゴロク？あ、そうなんだ。じゃあランキング見まーす。楽しそうだね。みんなありがとう。今日もよかったらフォローしてください。青によし、お話し会楽しかった、ありがとう。こちらこそ、明日の僕恋頑張ってね。では頑張ります。くぼっちゆずきよし、お、昨日は1年ぶりにゆずきいる K2 入りました。福ちゃんにも早く会いたい。それな、ショールーム見てくれてありがとう。妹太郎はいつかお会いする日がオンリートデイ、ありがとう。黒白、ありがとう。ブーちゃん半熟卵店、髪型も服も可愛くて元気もらえたよ。お風呂でゆっくり使えててね、ありがとう。近いし4月から高松楽しいんだね。ヤシゲキ、お話が楽しかった、ありがとう。やっぱ元気だと仕事バンガれそう、バンガって。監督、最近人よりも可愛いを言い過ぎたので控えます。加藤和と いの消費量すごい。かんちゃん、タペストリーが春らしくてこれからもぴったりですね。ご飯食べてゆっくり休んでください、ありがとうね。タペストリー、あ、なんか端っこ見えてるよっ。なぎたん、ありがとう。かつや、ありがとう。お金持ち先生、ありがとう。1位はよいしょ、ハイパー。お話し会ありがとうございました。明日は公園楽しんできてくださいね。頑張りますというわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。ありまさと福田は瀬戸内サウナの飯は飲んで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。じゃあこの後メール送ります。皆さんお疲れんこ、おやすみみんゼミでした。バイバイ、ありがとう。